シソポン・アランやプラテート軍艦を結ぶ道路、その北側にあるカンボジア大国境沿いの山々。カンプチア人民共和国時代にクメールルージュが潜んだ地域の一つ。警護計画または警護地帯、警護作戦、あるいはまたバンブーカーテンとしても知られる計画は、1985年から1989年にかけてカンプチア人民共和国政府の行った作戦である。 この作戦では、残豪や、ワイヤーフェンスが用いられ、また事実上対カンボジア国境全域に沿って、地雷腹が敷設され、カンボジアへのクメールルージュの潜入を防ごうとした。破壊的な警護国境防衛は、カンプチア人民共和国の印象に壊滅的な影を落とすことになる。PRK に敵対する国境のキャンプ。 1979年から1984年1979年に民主カンプチアが破れると、クメールルージュはすぐにカンボジアから撤退した。タイとの強力な外交関係と非語化において、ポルッポトの事実上無傷の国民軍3万名から3万5千名が、タイカンボジア国境の樹木に覆われて、山の多い地域に集結し、組織された。 1980年代前半、クメールルージュ軍は、タイの国境近くの難民キャンプでその強さを示し、豊富な軍備の提供を安定して受けた。武器は主に中国やアメリカ合衆国から提供され、太陽国軍の協力でタイを通る供給路が確保された。タイ国境沿いには隠れた全哨基地があり、 これを安全なものにするという観点から、クメールルージュは新設されたカンプチア人民共和国に対する徹底した軍事作戦を開始した。クメールルージュは優勢であった。彼らは1975年から1979年にかけ、かつて戦った非共産主義武装集団と共にカンプチア人民革命軍やベトナム人民軍と戦った。国境での戦争は、 雨季寒気の周期で続いた。一般に重装備のベトナム軍は寒気に攻撃を仕掛け、中国やアメリカ合衆国が講演するクメールルージュは、雨季に主導権を握った。1982年、ベトナムはカルダモム山脈プノンマライのクメールルージュの主要な基地に対して攻撃を開始したが、これはほとんど成功しなかった。国境で行われた内戦の、 主な結果は、大打撃を受けた国家を再建し、権力を強化する試みという点で、PRK が阻止されたことであった。クメールルージュの影響する地域では、絶え間ないゲリラ戦が行われ、しつこい破壊行為を受けた、国境地域において、新しい共和国の支配力は弱いものであった。警護計画の立案者は、カンプチア人民共和国中流ベトナム軍司令官で、 ドゥックアイン将軍であった。将軍は、クメールルージュのカンボジアへの再新党に対し、カンボジア防衛に関する主要な語典を定式化した。敬語の敬とは、クメール文字で、防衛を意味するカルカーピーアに由来し、そのクメール語の頭文字は、敬であった。語という数字は、レ・ドゥックアインの防衛計画の語典を表す。タイトの国境封鎖は、第二点であった。 しかしこの作戦に従事した者の多くは、警護が何の略かを知らなかった。警護計画は1984年7月19日に始まった。熱帯樹林の密に生える莫大な数の木々を倒したり、背の高い植物を待つそうして根こそぎ引き抜くこと、長い区画でこれらを行うのは膨大な作業となった。目的は、大国境を見晴らし、 地雷原とする広大な場所を設けることであった。実際には、タイトの国境沿いにおおむね長さ700キロ、幅500メートルの警護包囲網が設けられ、そこには、対戦車地雷や対人地雷が1キロの土地に約3000個付設された。環境的な観点から見たならば、大規模な森林伐採は深刻な森林破壊や種の危機をもたらした。 さらにこれは広大な侵食地域を残す環境災害であった。カルダモム山脈のようなさらに人里離れた場所は1980年代にクメールルージュの拠点になるまで人石未踏の地であった。現在この山脈は危険度の高いエコリージョンとなっている。この作戦の立案者にとっては想定外の軍事的な観点から警護計画は PRK にとっても危険なものになった。効果的に長い国境を警備するのは不可能であるため、ここを横断するクメールルージュ戦闘員を阻止できなかった。さらにジャングルを伐採しても、熱帯の気候の中では、一年もすれば、人間の背丈ほどに植物が成長し、ミスボらしいヤブになってしまう。包囲網の管理、維持は困難であった。警の作戦は、 PRK のイメージに取り逆効果であった。というのも共和国は、ポルポトの統治下において、彼のカンプチア共産党が、カンボジアで破壊したものの再構築に熱中したからで、ある。努力の大きさにもかかわらずすべての計画は、最終的に、不成功に終わり、結局、新しい親ハノイ共和国の敵の利益を招きかねない、結果となった。数千のカンボジア農民たちは怒りを感じた。 彼らはベトナムがカンボジアへ侵攻してきたにもかかわらず、カンボジアを支配してきたクメールルージュが従来彼らの営んできた農業へ干渉することから解放されたこと、そして PRK 政府の下での税の不在を歓迎した人々であった。こうした農民たちはジャングルの罰層に時間を使わせる命令が彼らの農場を放置させることを生き通った。それは重労働で、 しかも彼らが看パしたように無効で無益であった。殺されることはなかったものの、彼らは、これが、クメールルージュの先制政治中に経験したことと、非常に近しい強制労働であると悟り、憤慨は時と共に高まった。侵入が難しい地域での非衛生な状況、また大量の化といった問題、さらに、警護作戦では労働者が貧しい食料事情や悪い、 重環境で従事させられたことから彼らはマラリアや極度の疲労の犠牲者になった。広大で長い地域を危険なものとする大量の地雷は今も残地されている。警護地域は内戦終了後のカンボジアにおける大きな地雷問題の一部であった。1990年だけで地雷による怪我の結果として足を失ったカンボジア人は約6000名に達した。 ありがとうございます。